お疲れちゃんです。ロットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらキョスケロイジャイデッキで使っていこうかなと思います。ちょっとね並びが見にくいので変えようかなっていう余計なことをしたらちょっと、事故りました。というわけでこちらのねこデッキをやっていくんですけど、なんとねこのデッキで世界3位かなに行ってる人がいたんですよ。そうなので強いのっていう感じでね、ちょっと今日は使っていければいいかなと思います。まあこういうデッキがね上に上がるのあんまないんでね、レアだなと思いました。日本のハネハネさんっていう方がいるんですけど、まあその人がすごいねキョスケが大好きなんですよ。もうキョスケでいろんなすごいデッキを作ってる人なんですけど、もしかしたらその方がね作った可能性もあるんですけど、あんまなんかこの形を使ってた印象はないので、なんかもう本当に突如生まれたキョスケロイジャイデッキかなと多分思います。でなんかザッピーがとりあえず楽ですね。ザッピーセバして、暇になったのでキョスケで、まあこうキョスケロイジャイ組むだけで単純に強いと思うんですよ。まあしかも今回クエイクですね。まあクエイクがあることによって、まあ相手が施設系デッキだったら突破できる。まあ今回相手がゴブ小屋をね、持ってたんですけど、ゴブ小屋とかも、簡単に壊せるし、まあボムタワーとか、ちょっと硬い施設とかがあっても、そういうのもね、気合でね、突破できるのではないかなと思います。攻撃力に関しては問題なしだと思いますね。で、防衛も、ゴレって、この巨大スケルトンと、あと、ま、ハンター。まあ、そして、ザッピーとかがきついんですよ。そして、トリトン。もう言っちゃえば全部きついんですよ、これ。これ、いじめだなーっていうぐらい、ゴレが通んない説がありますが、このベビーとかが個人的には厄介ですね。なんか、ハンターをベビドラとかに当てれればよかったんですけど、ハンターと、あいつですね。ザッピーが、ちょっと一緒にポイズンでやられちゃったんでね。まあこれ攻めちゃっていいのかな。まあどうせトリトンに対応してくるからやっぱいいやという風な、ヒースピで一発ねこのトリトンの殴りを入れていく。いやいいヒースピですね。これ神相性するって相手からしたら、これゴブゴブに対してクエイク打たれるので、まあイライラするじゃないですか。でこうゴレを頑張って通したいんだけど、ザッピーがいることによって進まないでしょ。しかもハンターによって溶かされて、なんならキョスケによって攻撃全部処理され、なんなら頑張ってゴレ通したと思えばキング起動されるっていう地獄のね鬼地獄のデッキだと思うんですけど、相手はちょっと上手いですね。この逆サイ攻めっていうんですか、ゴーレムは通らないから、ゴーレムじゃないこの後衛でね、勝負しようっていうところがちょっと上手いんですけども、まあ、それを簡単に抑えていくっていうね、まあ、僕の方がちょっと上手いというところではね、いや、これは一緒ですね。これやばいですね。もし自分がゴレ使ってる側で、こんなデッキ来たらさすがに発狂しますけどね。これトリトン届かないかな？いや、届きますね。で、これで、ゴーレム引っ張ってね、いや、お前かい。そんな感じなんですけど。グッドゲームというわけでね、いやこれね世界3位ですよ。世界3位まで行ってたんで、まあ、わかんない、世界1位とかもしかしたら行ってたかもしれないんですけど、いましょう。いや可能性すごいありそうですね。ハンターがいて、まあ、ザッピーもいて、まあそいや空がちょっときついぐらいだと思うんですけど、まあ、陸にはね非常に勝ちたいですね。キョロイクエイクで何でも突破可能で、防衛もトリトンいれば結構硬いと思うので、まあ空だけ警戒かな。あとはもうなんか、ぶっぱで、全ぶっぱの気合でいけそうな気もしますね。ファルチェなんか、めんどいっすよね。なんか最近僕、よくファルチェに当たってるんで、このファルチェをね、気をつけないといけないですね。そう。ファルチェ、テスラ、スケルトン部隊。またまたすごいデッキですね。まあ、これ、クエイクで、まあ、壊せるんですけど、まだ壊す必要もないかな。で、積極的にこう、キョスケハンターとか組んで、ロイ出せたらこれ勝ちじゃない？謎の棒読み感があったんですけど。いや、これ打つか悩むな。いや、いいや。どうせ今回ロイジャイ待つし。さあ。とりあえず、まあ、攻めたいんですけど、攻めるのに結構コストがいるんでね。うわ、すげえ。バルキリー14だ。
あんま見ないな。俺もバルキリー G4 あんましたことないですけどね。バルキリーミラーする場面があんまないっていうやつですね。さあ、これどっちつけようかな。いや、悩んだ。悩んだけど相手がそっち出してきた。これテスラにはクエイク、スケルトン部隊にはタルババっていう神コンボが決まりますよ。さあ、間に合ってくれ。で、からの、もう一枚ぐらい。スケだけ残して。いや、いい。このザッピーの調整具合。今のやばくないですか？ヒースピを飛ばしてあげるために、一体だけで、ね、残してあげるね。このザッピーのね、気遣い。お前、そんなこともできる強いカードだったなっていう、すごいゴミカードだった、印象があるんですけど。で、バルキリーは、逆サイのね、うわーやべえ、そのゴブリンはやべえ。いや、めっちゃいいゴブリン。さては、キングキッドバレてた。逆、一個逆サイドでね、逆サイのさらに一個で、キングキッドできた気がしたんですけど、普通に止められましたね。違ったらごめんなさい。バルキリー、あんまキングキッドすることがないので。保険をかけていく。さあ、もうここまで来たら、あとクエイクがね、280ぐらい、多分削りがあるので、こう大きいな。よいしょ。よく気づいた、俺。これも次のクエイクでいけるんで、逆サイにロイで攻めて、まあ、スケルトン部隊とか来たら、タラババでいいから、あ、それだ。忘れてた。これ、キングキッドワンチャンできるんじゃね？いや、できた。できちゃった、できちゃった。そうそうそう。まあ、これ一応ね、削り忘れしないようにクエイクで落として、なんならこれ、とどめのね、トリトンで、よいしょ。あ、これハンターで基本完封ができるけど遅かった。オーケー、ナイス。いや、これ、やばくないですか？で、まあこう、雪玉とかではないので、バルーンを、やっぱ一発、ほぼ確定でね、こう、受けてしまう場面があるかもしれないんですよ。まあ、ハンター2発で、バルーンって落とせるんですよね。そう、ちょっと前の反対強化で、ハンター2発フル当たればバルーン落ちるので、こう相手が攻め雪玉とか、まあそういったことをしてこない限りは、まあバルーンはね、抑えられるんですけど、もし攻めスペルを打たれてしまうと、まあ爆破とかは、てかバルーンの一発二発は通ってしまうんですけども、まあそれはもうどうにもできないので、そこをしっかりね、相手が攻めてきた。2コス攻めで使ったので、こっちがカウンターってことで、しっかりこう、キョスケハンターにロイジェイとかつけて、カウンターできれば、まあダメージ受けてもこっちもね、結構大ダメージ与えられるのではないかなと、そう思いますが、これもうやってみようかな。言っておいで、キョロイ。さては、キョロイ1回目やってなかった説ある、さっきから。まあ、とりあえず、キョロイ。で、だってあのバルキリーおさらばっすよね。いや、このキョスケがね、竹取ってる間に、ロイが暴れる、え？そこまで頑張ってくれるっていうぐらい、頑張ってくれますね。で、さあ、クエイクを打ってあげて、あ、やばい、先頭のババに当たってない。痛えー。で、トリトンで耐えます。バルキリーベビーだったら、まあ、スケラーとかかなと思います。まあ、スケラー相手には、このね、ザッピー、まあ、活躍しないんですけど、まあ、さっきの試合もですし、その前のゴル戦も、まあ、ものすごい活躍してくれたので、まあ、今回は一旦お休みかな。まあ、でも、後ろからこう、とりあえず避けるっていう面では、まあ、ザッピーも悪くないと。で、これ、橋前キョスケで止めてしまえば、いや、竹入ってるか。あ、俺のザッピーが通に勝ってしまうって、今回って、スケルトンラッシュにライドラが入ってるんで、こう、うまいタイミングってなんだって感じですけど、ライドラが来たタイミングで、こう、ここね、トリトンとかハンターとか出して、キングキッドできたら、マジでイージー勝利が見えてくるかな。まあ、スケルトンに対して本当にキングキッドさえしてしまえば、オワコンゲーなんでね。さあ、とりあえず、ザッピーですね。とりあえず困ったらザッピー出して。で、これめんどいっすよね。まあ、橋前キョスケとかで蓋しちゃって、ちょっと。この空を処理したかったんですけど。OK、処理できますね。で、ババコアにはしっかりクエイク打って、まあ、これザッピーが足止めしてくれる。いや、待って。めっちゃ活躍してんじゃん、こいつ。なんか、ちょっと前に強化されたけど、あんま使われてた印象ないですね。で、これ、竹取られてしまうと、マジで大ダメージを受ける可能性があるので、こうやってね、タギを取らせないのがすごい大事ですね。てか、ザッピー全然スケラ守れないですね。というのと、あとあれですね。相手のスケラレベル12でした、今。気づいた人いたかわかんないですけど、スケラレベル12でしたね。さすがにこれは勝ちたいですね。
さあトリトンとハンターは一緒に出しておけばとりあえず最強と。で、あのライドラ嫌だな、ライドラ嫌だけどどうしようかな、悩みますね。さあ次バルキリーとか来たら端前止めちゃって、よし、オッケーオッケーオッケー。でこうすればまあザッピーが活躍しなくてもタルババとねユニットの気合で耐えれそうではある。オッケーオッケーオッケー。まあ、あとクエク削りっすね、本当に一生クエク削りするだけ。なんかキングギドしたかったんですけど、あんまなんかできそうなシチュエーションになんないっすね。そう、おお、ちょっとやばくなってきたよ、ちょっとだけね。ザッピー、ザッピー君が活躍する。いや待って、本当にやばくなってきた、やばいやばい、すごいなんか余裕をぶっ、え、やばいやばい、待って待って、本当にやばい、待って待って待って、ザッピー、ザッピー、ザッピー滝変える。あ待って、あれさ終わってねちょっと待って、これ入ってるよね。さとはうん、ドカン、オッケー、グッドゲームですね。まあまあ最後あのメガゴが竹取られてたんですけど、一応ザッピーがね竹変えてくれてたので、まあなんとか耐えることもできてましたよという風な感じですね。いやなんか使ってる感じめっちゃ使いやすいし、なんかね結構いいんじゃねっていうさあとりあえず樽でございます、転がしていきます。なんか樽とこうクエイクがあるんで、こうクロスとかコカスとかにも結構勝ちやすいと思うんですよね。さあ来ました、クロスです、餌です、多分だって、ああ待って、これロイもあって、まあ、クロスのターンをロイジャーで耐えるじゃないですか。で、まあ、こう、相手はやっぱ回転が早いので、あ、ロイジャー咲いた、次の攻撃通しちゃろってなるんですよ。まあ、今回で言うと、まあ、キョスケとクエイクタルバまで僕は守ったので、こいつ、次、今、次がチャンスだって、こう、相手からしたら思うわけなんですよね。まあ、そこを、あの、僕はね、この、ヒゲ親父で、ヒゲ親父で迎え撃つと、相手からしたら、あ、これ無理なやつだ。グッドゲームってなるやつですね。これですね。はい。こんにちは。で、一応なんか、アイスピアなんで、ヒースピで迎え撃ってあげてね。オッケー。これで今相手は、メンタルいかれましたね。マジで。あやちゃん、なんかうめえな。トリトン対策か。いや、わかんないけど。さあ、とりあえず耐える。オッケーオッケー。まあ、これを繰り返すだけですね。で、まあ、前半はまあ耐えればいいんですけど、後半に入ってきたら、まあ、僕はこう、攻めなきゃいけなくなってくるので、まあ、ケツキョスケから入っていいですね。今、ケツキョスケをすると、鬼回されて、端前クロスされた時に、まあ、タゲを取るカードがいなかったりだとかで、ワンチャン持っていかれてしまうので、まあ、2倍タイム入ったらいいかな。まあ、ここだったら、ロイがギリ回るかな。多分、ザッピーが一瞬タゲ取ってくれるんで、OK ですね。クロス出された時のことを考えて、陸行きが手札にあるかっていうのを考えてこう攻めていきます。で、ここロイ出したら、次、あれなんですよね。よいしょ。いや、めっちゃいい。攻めクロスされるから良くねえなと思って出さなかったんで、まあ、これをちょっと繰り返していきますね。ロイを持ったまま、ケツキョスケからの、みたいなね、大きいやついっぱい組み立てていきたいですね。テスラ、当たりますね。オッケーオッケーオッケー。この、潜ってるテスラにもね、ちょっと前に、クエイクが当たるようになったんで、ヒースプで回復してあげて、まあ、気づけばクエイク削りで勝てそうでもありますけど、なんかこう、ケツキョスケからの、てか、なんならケツロイとかできたらすごい熱いんですけどね、僕としては。うん、このザッピーちょっと捨てますね。もうバイバイ。君、用なし。さあ、これも、ケツキョロイ、回んのかな？なんかむずいな。どうしようかな。なんか、いろいろできちゃうことによって、まあ、ケツロイでいいや。これでまあ2周目ロイを回していきますね。で、なんならアーチャーとかは多分、さよならーって。さよならーって。ああ、地味に残るやんけ。オッケーオッケー。で、なんならここからの、もう一回ね、逆サイのロイジェも間に合うと。で、こう、タルババが、いや、トリトンが謎に頑張る。いや、いい。からのもう一回ロイでね、攻めたいですね。まあ、右攻めるか左攻めるかみたいなとこあるんですけど、まあ、ここもう一回ケツでもいいかもですね。逆サイもし攻められたら、今多分5、6カード取ってますね。で、もう僕が10コスになると同時ぐらいで多分一緒だと思うんですけど、オッケーオッケー。こう来る可能性がありましたね。さあ、で、まあ、ここは、なんかテスラとかが出てくれる気がするんですけどね。もうちょっと待ったら。テスラが、そう、クエイクを打たずに耐えたのは鬼でかいですね。あれテスラが、
相手コストがただ NASA ゲーミングでございます。ゲーミングとさあグッドゲームですね。いや鬼強くね、ちょっと待って待って、僕びっくりしたんですけど、なんかこんなにあっさりね動画内で勝つことも普段そんなないので、結構ね、めっちゃいいんじゃないかなと思います。ぜひねこのキョスケロイジャイクエクデッキですね、よければ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。